ちらの実験は鹿沼土細粒と環境性肥料入りの培養土と鹿沼土細粒に月1で液肥を与える3種類の土で育ててみて、それぞれの成長速度や紅葉期の色の出方を経過観察しています。月1で与えている液肥は2000倍希釈のハイポネックスを使っています。水やりのタイミングはそれぞれの土が乾いたタイミングであげています。で、鹿沼土細粒がこの中では一番早く乾くので最も水をもらっています。で、置き場所は今は日の出から2時ぐらいまで日が当たる場所になります。こちらが1回目の植え替えの時の根の様子になります。実験を開始してから5ヶ月目に植え替えをしたので5ヶ月間の根の成長になるんですが、ロゼットの大きさとは違って根の量や長さはどれも同じぐらいの成長が見られました。で、培養土は葉差しから5ヶ月で 2.5 号バッチサイズまで大きくなりました。で、実験を開始してから2回目の春が来たので3月10日に植え替えをしています。で、この時もそれぞれの根の成長も見てみたかったので、なるべく根が取れないように土を落としています。実験を開始してから1回目の植え替えで一度根のリセットはしているんですが、1年と4ヶ月の根の成長になります。前回の植え替えと同じでロゼットの大きさイコール根の量ではなかったです。鉢のサイズは同じにしているので根を伸ばせるスペースはどれも同じになります。ではそれぞれの根の質を見てみます。で、鹿沼土細粒は綺麗な白い根がたくさん生えていてふわふわした質感をしていました。それと太い手根から側根もたくさん生えていたので健康的に根が育っているのがわかります。で、密度がすごく高い培養土と比較すると鹿沼の方がふわふわした質感をしていて、根と根の間も隙間が鹿沼の方が多く見えました。で、培養土の方はふわふわ感はなくて根と根の間の隙間は少なく感じました。鹿沼に液肥を与えていた根は鹿沼土オンリーより密度が少し高いかなと思いました。で、根の質感は鹿沼土オンリーと同じふさふさした質感になっていました。今回の植え替えで A の30から A の35に植え替えをしようと思うんですが、成長にだいぶ差が出てきたので今までは同じサイズで植え替えをしてきたんですけど、ちょっと鹿沼土オンリーには大きすぎるので鹿沼土オンリーだけ A の30のままで植え替えをしようと思います。
Still can't let you go.